めっちゃ広い。いつもご視聴ありがとうございます。今回はバージョン 2.1.0C の情報カード序章を使って対戦していきます。縦横 0.4 部隊分ずつ広くなり、味方を強化しながら敵部隊を捉えやすくなっています。今回は雪や東白を入れた5枚構成にしました。状況によっては退路遮断でローテを崩しに行けるのは良いです。それでは対戦よろしくお願いします。強者の剣と軍師の策、同時に味わわせてやろう。まずは策、次は剣。くらいなさい。これでしまいか。剣さんに終わりはない。撃て。行け。行け。悲しい。それ。次へさせぬ。君は私たちが知りたいことを教えてくれるか。くらいなさい。負けるわけには。俺の策を使え。死流参る。これでしまいか。庄司様、許してください。流派発動。一の方、さあ行くよ。撤退しろ。流派発動。二の方、来てあげたけど。俺の策を使え。君は私たちが知りたいことを教えてくれるか。いかなる脅威もこの陣には届かん。戦機開始。撤退しろ。君は私たちが知りたいことを教えてくれるか。
許してください。戦機開放。いかなる脅威もこの陣には届かん。崩せ。危ない、危ない。受け継ぎし無双の武です。撃て。これでしまいか。撤退しろ。あまたの英傑に打ち勝ち、武の頂へ。燃やせ燃やせ。負けるわけには。なんとむごい。ついえさせぬ。を使え。庄司様、許してください。悲しい。来てあげたけど。撃て。研鑽に終わりはない。超支流さあ行くよ。動画は楽しんでいただけましたか？もしよろしければチャンネル登録といいねをしていただけると非常に励みになります。それからメンバーシップにもぜひご参加くださいね。チャンネルのメンバーになると特別なバッジがもらえたり、カスタム絵文字も使えるようになります。プランは3つあって、それぞれコメントへの優先返信や動画の早期アクセス、メンバー限定のアンケートへの参加など、いろいろな特典があります。ぜひチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。